キース・ライオー・ネル・アーバンはニュージーランド・ワンガレー生まれ、オーストラリア出身のアメリカ合衆国のシンガーソングライター。1991年、自身の名を冠したアルバム、キース・アーバンをリリースし、オーストラリアでシングルカットされた4曲がチャート入りし、翌年アメリカに移住した。セッションギタリストとして演奏し、その後バンドのザレンチとして活動を始め、 唯一のアルバムザ・ランチをキャピトル・ナッシュ・ビルからリリースし、シングルカットされた2曲がビルボード氏のカントリーチャートにランクインした。その後もキャピトルとの契約を続け、1999年ソロアルバムキース・アーバンでアメリカデビューした。プラチナ認定されシングルカットされたバッド・フォー・ザ・グレース・オブ・ゴッドがカントリーチャートで初の第一位を獲得した。2002年 2枚目のアルバム、ゴールデンロードをリリースし、シングルカット1枚目の、サムバディ・ライク・ユーが、ビルボード氏が選ぶ、2000年代最大のカントリーヒットとなった。このアルバムからの4枚目のシングル、ユー・シンク・オブ・ミーで、初のグラミー賞受賞となった。2004年、3枚目のアルバム、ビー・ヒアがリリースされ、シングル、デーズ・ゴー・バイ、メイキング・メモリーズ・オブ・アス。 ベター・ライフの3枚が第1位を獲得し、このアルバムはアーバンにとって最高売り上げとなり、プラチナ4倍認定となった。2006年、アイ、史上主義がリリースされ、ワンスインやライフタイム一生に一度の愛だから及び2度目のグラミー賞受賞となったスキューピットボーイが収録されている。2007年終盤、ベスト版、グレーテストヒッツ -18 キッズがリリースされた。 2009年3月31日、アルバム、ディファインググラビティ、2013年9月、アルバム、ゲットクローサーがリリースされた。2013年9月、アルバム、ヒューズをリリースし、We ー・ワ r e Us で、ミランダ・ランバートと、レイズ、エンアップで、エリック・チャーチとデュエットし、計4曲が、ビルボード氏のカントリーエアープレイのチャートにランクインした。2015年6月、 アメリカでの8枚目のアルバム、リップコードからシングル、ジョン・クーガー、ジョン・ディア、ジョン3時16分が先行リリースされた。ザ・レンチでのアルバム以外に、イギリス限定アルバムを含み、計9枚のスタジオアルバムをリリースしている。ビルボードシカントリーチャートに37枚のシングルが、チャート入りし、うち2008年のブラッド・ペイズリーとのデュエット、スタート・ A バンド、2002年の、 ゴールデンロードに収録されていた、ユールク、グッドインマイシャツを含む18枚が第1位を獲得した。アルバム、ディファインググラビティに収録された、スイートシングで3度目のグラミー賞受賞となった。歌手オーディション番組、ザ・ボイス・オーストラリア版のコーチ、アメリカンアイドル審査員としても知られる。2006年、女優ニコール・キットマンと結婚した。2013年10月、 自身のギターのブランドを発表した。2007年、オーストラリアのシドニーにて1967年10月26日、ニュージーランドのウェリントンで、ロバート・アーバンとマリアンヌのもとに、末の息子として生まれ、キース・ライオーネル・アーバンと名付けられた。13歳で、オークランドにアルサー・エドマンド・ヒラリー・カレッジに進学し、17歳までに両親と共に、 オーストラリアのクイーンズランド州カブルジャーへ移住した。コンビニエンスストアを経営していた父は、店の窓にギター講師の広告を貼っていた。アーバンはこのギター講師であるスーマ・マッカーシーからレッスンを受け、地元の劇団で活動するとともに、コンテストに出場するようになった。アーバンによると、ギター演奏はマーク・ノップラー及びリンジー・バッキンガムの影響を受けている。 また10歳の頃からカントリーフェスティバルで演奏していた。1983年、アーバンはオーストラリアのオーディション番組ニューフェイセズに出場した。数年後、オーストラリアのカントリー音楽業界に進出し始め、ブリスベンのジェニー・ウィルソンとデュエットでレグリンゼイ・カントリーホームステッド、マイク・マクレランの音楽番組など様々なカントリー番組にレギュラー出演していた。 二人はタムワースカントリー音楽祭でゴールデンギター賞を受賞した。また、カブルチャー近くの北部郊外カントリー音楽クラブのステージにレギュラー出演していた。1990年、オーストラリアの EMI と契約し、自身の名を冠したデビューアルバム、キースアルバムをリリースした。1993年から1994年、スリムダスティのバックバンドとして、 ツアーに参加した。1990年代半ば、ダスティとアーバンは、ダスティの名曲、ライズ、オンザヒルデッサイドデュエットし、ダスティのバックとして、グランドオール・オープリーに、初めて出演した。1992年、インエクセスのライブアルバム、ライブベビーライブにも、バックボーカルとして出演した。1992年、テネシー州ナッシュビルに転居した。翌年、 アラン・ジャクソン版、マーキュリー・ブルーズのミュージックビデオに出演した。アーバンは、バーノン・ラストと共に1995年の、トビー・キースのアルバム、クリスマス・ツー・クリスマスに収録された、やそ、ゲッツ・ジェラス・オブ・サンタクロース、1996年に、4ランナーのシングル、ザット・ワズ・ヒム、1997年のレイボン、ブラザーズのアルバム、レイヴン・ブラザーズに収録された。 タングルドアップインラブを作曲した。1997年、ドラム奏者のピーター・クラーク、ベース奏者のゼリー・フラワーズと共に3人組のバンドで、ある、ザ・レンチを結成した。同年、キャピトルレコード・ナッシュ・ビルから、アルバム、ザ・ランチをリリースし、ウォーキン、ザ・カントリー、ジャスト・サム・ラブのシングル2曲が、ビルボード・シカントリーチャートにランクインした。1990年代後期、 ポール・ジェファーソン、ティム・ウィルソン、チャーリー・ダニエルズなど様々なアーティストのアルバムでギター演奏をしていた。1999年、セッションピアニストのマット・ロリングスのプロダクションで自身の名を冠したアルバム、キース・アーバンでアメリカデビューした。先行シングル、イッツ・エイ・ラブ・シングルは第18位を獲得し、その後、You Are Everything が第4位となり、 ニュージーランド生まれの男性歌手で初めてアメリカのカントリーチャートのトップ10にランクインした。ゴーホーズのシャーロット・キャフィーとジェーン・ウィードリンが作曲した Bad for the Grace of God が初の第一位獲得となった。このアルバムからの最後のシングルでスティーブ・オリナーとアリン・シャンブリン作曲の w ェア・ r ブ the Black t p Ends は第三位を獲得した。2001年 アカデミー・オブ・カントリー・ミュージックによるア夢アワードにて新人男性ボーカリスト賞、カントリー・ミュージック協会による CMA ・アワードにて新人賞にあたるホライゾン賞を受賞した。オール・ミュージックのトム・ジュレックは1枚目、イッツ・エー・ラブ・シングと3枚目、バッ r フォー・ザ・グレ c ス・オブ・ゴッドを気に入っているとし、インストルメンタルのローラー・コースターについてアーバンのフラット・ピッキングは、 生まれながらの特別な才能と称賛した。2002年、2枚目のアルバム、ゴールデンロードをリリースした。全13曲中、7曲を独自にプロデュースし、6曲をダンハフと共にプロデュースした。2002年7月、先行シングル、サムバディ、ライクユーがリリースされ、6週連続第1位を獲得した。2枚目のシングルとして、 ラドニー・フォスターの1998年のアルバムシーホアット・ユー・オン・トゥー・シーからのシングルカットのカバーであるレーニング・オン・サンデーが第3位を獲得した。3枚目のシングルフードゥント・ワナ・ビー・イーメと4枚目のシングルユー・ル・シンク・オブ・ミーが第1位を獲得し、2005年ユー・ル・シンク・オブ・ミーでグラミー賞男性カントリーボーカルパフォーマンス賞を受賞した。 2005年9月22日、ゴールデンロードは300万枚以上売り上げ、プラチナ3倍認定された。2002年、プレイガール氏でヌードを披露した。ザ・トナイト・ショー・ウィズ・ジェイ・レノにおいて、すべてを映したわけではないが後悔していると語った。2004年、オーストラリアのニューサウスウェールズ州、タムワースにて、アーバンが作曲やカバーをしたことのあるスリム・ダスティの追悼トリビュートコンサートで、 ライツ・オン・ザ・ヒルを演奏した。2005年5月、ロンドンのアールズ・コート、グラスゴーのスコティッシュ・エキシビジョン・カンファレンス・センター、ダブジンのポイント劇場を含むブライアン・アダムスのイギリス・アイルランドのツアーにサポートとして同行し、初めてヨーロッパで演奏した。6月6日、B、ヒアとゴールデン・ロードからの曲を含むイギリス限定アルバム、デイズ・ゴーバイがリリースされた。 当初、You Look Good in My s h t s がアルバムからの5枚目のシングルとなる予定であった。しかし、アメリカでの3枚目のアルバム Be Here の先行シングルとして Days Go by がリリースされた。2004年後期までにこの曲はアーバンにとって5枚目のカントリーチャート第1位獲得曲となった。You Look Good in My s h t s は正式なリリースはなかったが、2004年7月、 カントリーチャートの第60位にランクインし、ファンにも好評な曲となった。このアルバムからの2枚目のシングル、You Are My Better Half は第2位を獲得した。3枚目のシングルで、ロドニー・クロウェルが作曲し、以前に、トレイシーバードとノートリアス・チェリー・ボムがレコーディングしたことのある、Making Memories of Us は5週連続第1位を獲得した。次のシングルで、 リチャード・マークスと共に作曲した、ベター・ライフは6週連続第1位を獲得した。また次のシングル、トゥナイト、アイ・ワナ・クライは3週連続、第2位を獲得した。ライブ・ツー・ラブ・アナザー・デーは、正式にシングルとしてのリリースはなかったが、最高48位で14週連続ランクインした。2006年8月21日、アイ・市場主義の先行シングル、 ワンスインやライフタイム一生に一度の愛だからが、初登場17位となり、ビルボード市のカントリーチャートの62年の歴史において初登場順位が最高となった。初登場順位が高かったにもかかわらず、最高順位は第6位にとどまった。11月7日、アルバム、愛、市場主義をリリースし、翌12月、 サラバクストンと共同で作曲したスキューピッドボーイが第3位となり2007年グラミー賞において2回目の男性カントリーボーカルパフォーマンス賞を受賞したその後アイトールドユーソは第2位エブリバディは第5位を獲得した2007年11月20日初のベスト版グレーテストヒッツ -18 キッズをリリースしたこれまで トップ10にランクインした曲すべてと、新曲、ロメオ、エスチューン、ガット・イット・ライト・ディスタイムが収録された。2008年1月、カントリー歌手のキャリー・アンダーウッドと共に、ラブ、ペイン、アンド・ザ・ホール・クレイジー・カーニバル・ライドツアーを開始した。2008年5月上旬、グランド・オール・オープリーにて、新曲、エーニュー・サンシャインを初披露した。同月、 ゴールデンロードに収録されていたユーロクグッド・イン・マイ・シャツを再び収録し翌6月にシングルとしてリリースされたアーバンは何年もいつもヒット曲のように演奏してきたと語ったファンやラジオからなぜシングルカットしないのかと多くのリクエストを聞き再び収録することにした2008年秋にリリースされるライブ DVD の先行リリースとなった同年後期 ブラッド・ペイズリーのシングルスタート・エイ・バンドにデュエットとして歌とギター演奏で参加した。この曲はペイズリーのアルバムプレイに収録され2009年1月第1位を獲得した。5枚目のアルバムの先行シングルスイート・シングをリリースした。この曲はアーバーにとって10曲目の第1位獲得曲となった。2009年3月31日アルバム リファインググラビティをリリースした。2009年3月、このアルバムからの2枚目のシングル、キス、A ガールがリリースされた。アーバンはこの曲を、アメリカンアイドルシーズン8の最終回で優勝者となるクリス・アレンとデュエットした。アルバムからの3枚目のシングル、オンリー・ユー・キャン・ラブ・メディス・ウェイが第1位を、4枚目のシングル、ティル・サマー・カムズ・アラウンドは、第3位を獲得した。 アルバムから5枚目で最後のシングル、I イ m In は、アルバム収録曲、レ a ニ n i n g On, Sunday と共に、ラドニー・フォスターの、ー・ h o w ト・ユー・オン・ト o ー・シ c 収録曲のカバーである。I イ m In は2000年に、ザ・キン・リーズもカバーし、トップ40にランクインしており、アーバン版は、第2位を獲得した。この間、アーバンは当時同じレーベルであった、エミリー・ウエストのシングル、 ブルースカイにゲスト出演し、第38位となった。2009年、アルバム、ディファインググラビティを元にした、コンサート、エスケープトゥギャザーツアーでは前座に、テイラー・スウィフト、シュガーランド、ジェイソン・アルディーンなど多くの著名なアーティストが務めた。2009年6月27日、アイオワ州デモイのウェルス・ファーゴ・アリーナで、オンリー・ユー・キャン・ラブ・メディスウェイのビデオを収録した。2009年、 第8回インディペンデント音楽賞の審査員を務めた。2010年5月、アーバンは新しいアルバムの制作を開始した。このレコーディングの工程は彼の公式ホームページのブログに公開された。9月上旬、アルバムはゲットクローサーという題名で11月16日に発売されると発表された。9月13日、アルバムからの最初のシングルとして プットユーイン、A ソングがリリースされ、第2位を獲得した。続いて、サラ・バクストン、ゼド・ヒューズと共に作曲した、ウィズ・アウト・いうリチャード・マークス、ロキャッシュ・カウ・ボーイズのプレストン・ブラストとクリス・ルーカスと、共に作曲した、ロング、ホット・サマー、当時アメリカン版のメンバーであったジャレン・ジョンソンと共に、作曲した、ユーゴナ・フライ3曲すべてが第1位を獲得した。 その後2012年のアクション映画ネイビーシールズのテーマ曲となったホーユーをリリースしカントリーチャートで最高8位を獲得した2012年4月10日アーバンが初回から主催している第3回 We Are All for the Hole チャリティコンサートにおいてビンスギルからアーバンがグランドオールオープリーのメンバーとなることが発表された4月21日アーバンは正式に グランドオール・オープリーのメンバーとなった。2013年初頭、ティム・マグローのアルバム、ツーレーンズ・オブ・フリーダムからの3枚目のシングル、ハイウェイ・ドン・ト・ケアにギター演奏で参加した。このシングルには、テイラー・スウィーフともゲストボーカルとして参加した。2014年7月25日、ダリアン・レイクにて2013年5月13日、ネイサン・チャップマンのプロデュースにより、先行シングル、 リトルビットオブエブリシングをリリースし、7月25日、Vivo から公式ミュージックビデオが公開された。9月10日、8枚目のスタジオアルバム、ヒューズをリリースした。これまでのアルバムと違い、1枚のアルバムを10名のプロデューサーと共同プロデュースした。アルバムからの2枚目のシングル、We ー・ワ r e ースは、ミランダ・ランバートとのデュエットで、2013年12月の カントリーエアプレイチャートで第1位を獲得した。2014年1月に3枚目のシングル、コップカー、6月に4枚目のシングル、サムウェア・イン・マイ・カーがリリースされた。2015年1月26日、5枚目のシングルとしてエリック・チャーチとのデュエットでレイズ・エン・アップがカントリーラジオで初披露され、5月カントリーエアプレイチャートで 1> 第1位を獲得した。2015年6月、アメリカでの8枚目のスタジオアルバムとなる、リップコードの先行シングルとして、ジョン・クーガー、ジョン・ディア、ジョン3時16分をリリースした。2015年10月23日、新曲、ブレイクオン目を披露した。2015年9月22日、3枚目のアルバム、ゴールデン・ロードが売り上げ300万枚で、 プラチナ3倍認定されてから10周年を祝ったアルバムからの3枚目のシングルウェイステッドタイム4枚目のシングルブルーエインというアカラーがリリースされた2016年 CMA アワード50周年を記念したフォーエバーカントリーの30名に選ばれ故郷へ帰りたいオンザロードアゲインオールウェイズラブユーの演奏に参加した2011年11月23日 オーディション番組、ザ・ボイス・オーストラリア版で4人のボーカルコーチの一人として参加することが発表された。2012年9月14日、シーズン2には参加しないことが発表された。2012年9月16日、FOX 放送は、アメリカンアイドルシーズン12に、スティーブン・タイラーの後継で審査員として、ランディ・ジャクソン、マライア・キャリー、ニッキー・ミナージュと共に参加することを正式に、 発表した。2013年8月1日、シーズン13にも参加することが正式に発表された。過去に審査員を務めたことのあるジェニファー・ロペースのほか、新たに参加するハリー・コニック・ジュニアと共に出演した。2014年6月23日、フォックス放送はアーバンが、シーズン14にも参加することを発表した。2016年の最終シーズンにも出演した。 2013年10月、フロリダ州タンパでのコンサートにおいて、ホームショッピングネットワークから自身の名を冠したギターセット及び付属品をリリースする予定であると発表した。HSN は6ヶ月に2回ギターセットを発表し、4万5千台を売り上げた。利益の一部は日の当たる教室基金及びグラミー基金に寄付されることになっている。2013年、 第70回ゴールデングローブ賞において、妻のニコール・キットマンと共に、ナッシュビルへの移住以降、コカインを常習するようになった。1998年には最悪の状態になり、接種をきっぱりやめる決心をして、ナッシュビルにある厚生施設のカンバーランドハイツに入所した。2005年1月、ハリウッドでのオーストラリアの名誉国民イベント、 GDLA でアメリカ生まれのオーストラリア人のニコール・キットマンと出会った。しかし報道によると6ヶ月後まで交際することはなかった。2006年6月25日、彼らはシドニーのマンリーにあるセント・パトリックス・エステートのカーディナル・セレッティ・メモリアル協会で結婚式を挙げた。2006年10月19日、カリフォルニア州の構成施設であるベティフォードセンターに入所した。 10月20日、ニコールや、私を愛し支えてくれる皆さんにとても申し訳ないと、声明を出した。2007年1月18日、完全に構成し、新しいアルバム、愛、市場主義のコンサートツアーの計画を発表した。2007年2月2日、ニュージャージー州の画家が同盟で、ホームページを持っていることに反し訴訟を起こした。 http://www.keithurban.com アーバンは、この url の権利を要求した。歌手のキース・アーバンの url は http://www.keithurban.net <噴>である。画家側からも訴訟を起こした。この訴訟は、画家側の勝訴となった。2007年10月1日。 シドニーの家の近くでオートバイ運転中パパラッチに追いかけられスリップしたが怪我はなかった。アーバンの代理人の公式声明によると彼はある人の仕事に対する情熱と私のプライバシーを守る情熱が引き起こした。彼は車が近づいてくるのを避けようとしてオートバイが転倒したと語った。またカメラマンは写真を撮ることなく彼を助けてくれたとも語った。 2008年1月7日、ニコール・キットマンは、アーバンとの第一子妊娠を認めた。キットマンの広報担当者は、この夫婦は興奮して、待ちきれないと語った。2008年7月7日、テネシー州ナッシュビルにてキットマンは彼らの第一子で、あるジョージョ・サンディローズ・キットマン・アーバンを出産した。サンディローズの体重は2.93キログラムであったことが彼のホームページで公開された。 今朝早く、ニックは、私たちの美しい女の子の赤ちゃん、サンディロースキットマンアーバンを出産しました。私たちは、私たちのことを考えて祈ってくれた皆さんに、感謝したいです。私たちは、今日皆さんとこの喜びを分かち合うことができて、幸福と感謝を感じています。2010年12月28日、ナッシュビルの先にあるウーメンズホスピタルにおいて二人目の、娘、フェス、 マーガレット・キットマン・アーバンが生まれた。フェイスのミドルネームは、キットマンの亡くなった祖母にあやかり名付けられた。2007年のコンサート。ありがとうございます。